平成27年4月6日第1回新生町の学校放送局。皆様、こんばんは。女優の中西八重と申します。よろしくお願いいたします。町の学校放送局は、毎月第1回月曜日の夜8時半から、 稲荷山町の旧料亭松葉さんからお送りいたします。開幕祈り深く7年に一度の長野市の善光寺御開帳が5日秘仏の本尊に成り代わって前立ち本尊が姿を現し幕を開けました。 5月31日まで数々の法要・奉納行事が営まれます前回御開帳以降東日本大震災や御嶽山噴火などいくつもの災害があり戦後70年の節目でもある今年全男全女が全国から訪れます 小雨混じりの未明から大勢の参拝者が本堂に集まり午前6時お朝時が始まりました一山住職らの商名と法華経に続けて大漢人の小松玄兆貫須が前立本尊の厨子に手をかけ開き正座して 前のめりでこの瞬間を待っていた人々にどよめきが広がりました北陸新幹線が3月に金沢まで延伸開業したこともあり経済団体などは期間中前回を上回る約700万人の誘客を目指しています今回は飯田市の 元善光寺甲府市の開善光寺など13都県26カ所のゆかりの寺院でも同時ご開帳が行われます善光寺ご開帳被災地を思い平和を願い仏縁求め参拝者が 続々と訪れています。長野市の善光寺で5日御開帳が開幕し県内外から訪れた大勢の参拝者らが本堂前の恵光柱に触れて仏縁を求め前立本尊を間近に家族の健康や安全を願いました。 戦後70年の節目に穏やかな日常を願う人2009年の前回御会長から相次いだ災害を振り返り被災地に思いを馳せる人もいました海外旅行に行くことが多いという東京都の鈴木正蔵さんも1月のフランス連続テロや 過激派組織イスラム国による法人人質事件に心を痛め世界で戦争や紛争がなくなるように願いました。日本は戦後ほとんどの時間を平和に過ごしてきたこれからも大切にしてと若い世代に思いを託しました。 中野市の会社員高橋恵子さんは本堂などを参拝し岩手県陸前高田市の被災松で作った仏像を収める地蔵堂に熱心に手を合わせました被災した方が少しでも心安らかに過ごせるように祈りました 前回ご会長の後東日本大震災御嶽山噴火など災害が相次ぎ被災地で復興の手伝いができないことに申し訳なさを感じておりせめて長野から被災した方の幸せを願いたいと話していました東千曲郡筑北村の筑北中学校 の外国語指導助手でアメリカ・ハワイ州出身のチェルシー・カガウィンさんは外国語指導助手仲間2人と訪れ2年目を迎える学校生活がいい1年になりますようにと祈りました頭に数珠を当ててもらうお数頂戴を体験し 境内をめぐる中で熱心に祈る人々の姿が印象に残りましたとても感動したご会長が日本人にとって大切なイベントなんだと感じたと目を輝かせていました善光寺ご会長記念特別展、シナの33番。 観音巡礼心の旅辞典信濃三十三観音札所全札所ご本尊お姿写真会長寺院案内写真観音様と御家縁触れるお砂場東日本大震災鎮魂回廊写真展 東北お遍路津波霊場三陸遍路道ほか奉納演奏ことテルミンシュタール第4番霊場武田信玄公ゆかりの風雲庵秘仏ご本尊小観音菩薩特別出会長 平成27年4月5日日曜日から11日土曜日午前7時から午後4時30分最終日は午後3時まで入場無料主催品野33観音札書連合会特別協賛善光寺 大信濃33番観音巡礼北は飯山より南は稲まで信州一円に広がる信濃33観音霊場は江戸時代の初頭に定められたと伝えられいずれの寺寺も 禅光寺への古き街道筋にあることから禅光寺信仰とも深いつながりを持つと考えられています札所寺院の会期はいずれも古く行基菩薩や自学大使あるいは坂の上の田村麻呂の会期の伝承を持つ寺も 少なくありませんけれども長い歴史の波糖を超えて今に伝わる寺の中には由緒も宝物も全て失いただ本尊様だけが里の村人によって大切に守られている寺もあります移ろい来たった歴史の光と 陰に思いを馳せ、豊かな大自然に包まれて、信濃の巡礼の道を歩んでみてはいかがですか。四季折々の風光が私たちに語りかけ、楽しませ、心を癒してくれるでしょう。巡礼の旅は、そんな光や風の中に、 かん音菩薩を感じていく旅ともなるでしょう。かん音菩薩というのは、世界を流れている深い慈愛心のことであり、私のうちにも流れている一つの深い慈愛心のことであるが、いつのころからかこの世界には、 そのようなものは実在しないと私たちは考えるようになったそれがなくてはこの世界も私も一国も成り立ちはしないのに私たちはそれを架空のものと考えるようになったしかしながら一人の人が 僕に喜びを与えてくれるならばその人は観世音菩なのであり一本の木が僕に慰めを与えてくれるならばその木は孫を方なく観世音菩なのである山を参照観世音菩より一部奉納演奏 9時半、1時、13時、こと、6日から11日、テルミン、連日、シュタール、9日、10日、期間中、毎日実施、写経、写仏体験、お話玉手箱、よくわかる観音様のお話、 午前10時から知って深まる観音巡礼午後1時30分から4月11日は法要のためお休みします東日本大震災鎮魂回廊写真展千年先まで語り継ぐ異例鎮魂の巡礼箱を 東北お遍路心の道八周派、六十寺院をつなぐ三百三十キロ犠牲者追悼の道津波霊場三陸遍路道祈りの道被災地巡礼汽船十三観音霊場 おばすてざん長楽寺。新らしな名勝ごとの月。秘仏ご本尊御会長。七年に一度の正義如来来行第一尊。御本尊昭観音菩薩御会長。平成二十七年四月五日。 日曜日から5月31日日曜日行事日程開白大法要4月5日日曜日中日大法要4月19日日曜日ケチガン大法要5月31日日曜日 ご本尊松観音菩薩御会長当院は元禄年間に6体の神宮寺の別当であった上映が建立したと言われおばいのようにある観音堂は当時のものと伝えられていますご本尊である松観音菩薩立像は禅道大師の作 と伝えられる秘仏で、で一尺三寸の仏様です。阿弥陀如来様の御来光寺念仏を唱えると何人にもまず第一に駆けつけるという観音菩薩様両手でお一人お一人を乗せる連台を差し伸べ腰を落とし足を踏み出し 主生を迎えようとするそのお姿は、まことに大悲に満ちた優美なご様子で、救罪を意図する菩薩様そのものです。また、本堂には阿弥陀如来様を中心として、西国、坂東、秩父の百体観音が並び、那の十四番霊嬢としても知られる。 信仰の寺です御開長中日大法要4月19日日曜日10時減収浄水家事会御開長中は観音玉の浄水を頂戴することで健康長寿のご利益を得られます参拝について 参拝料無料お抹茶一服300円駐車場おバステ観光会館の駐車場をご利用ください無料です団体ご法は無料要予約ご会長期間中ご栄光ご祈願の法要が厳収されますご希望の方はお申し込みください JR 篠野一線小バステ駅より徒歩10分高速なな長野道高速インターチェンジより15分小バステスマートインターチェンジより5分普通車 ETC 専用身、長野方面行き車線の出口のみ小バステ山長楽寺郵便番号 長野県千曲市八幡4984電話ファックスゼロ0 2 6 2 7 3 3 5 7 8ホームページ www.chorakuji.com 千曲市観光協会 逆さ入りちょっと珍しい稲荷山町から見えた自然現象の動画春や秋の天気の変わり目にその尾根を越えて滝のように流れ下る雲の層のことを言います雨上がりのあと気温が急激に上がった朝9時半 稲荷山町の千曲川沿いの土手からゴリガミネを撮影したものです。詩の朗読コーナー初恋島崎藤村まだ揚げ染めし前髪のりんごのもとに見えしとき前にさしたる花串の 花ある君と思いきり、優しく白き手を伸べて、りんごを我に与えしは、薄くれないの秋の実に、人恋染めし始めなり、我が心、亡きため息の、 その髪の毛にかかるとき、楽しき恋の杯を、君が情けにくみしかな。りんご畑のこの下に、おのずからなる細道は、たが踏み染めし片見沿と、問いたもうこそ恋しけれ。 ありがとうございました。